松本健次郎松本健次郎昭和38年10月17日は日本の実業家。父、安川圭一郎と共に炭鉱で安川財閥を築いた。旧自宅は旧松本家住宅として保存されている。カトリック、既婚7男6女。安川財閥の創始者、安川圭一郎の次男として筑前国福岡藩に生まれる。 1887年、福岡県福岡中学を卒業。しかし、卒業試験中に、旧制学家となり、進学を断念。同年上京イーストレイキの国民映画会に通う。同期に、小野塚喜平次がいる。1890年、安川慶一郎の兄、松本千の子が亡くなったため、松本家に養子として入籍。千の娘と結婚。 1891年と弁し、ペンシルベニア大学に留学。帰国後、父と安川松本商店を創設。その後父は単行経営。健次郎は、その販売と分担し親子二人三脚体制を築く。1896年文字に事務所を設置。1907年技術者養成を目的とし、明治専門学校を戸端に設立。 1908年父安川圭一郎、弟の安川清三郎と共に、明治工業株式合資会社を設立。1909年4月明治専門学校開校。1910年父と共に、私立明治専門学校附属小学校を創立、初代理事長に就任。1912年自宅兼芸品館を建築。その後1918年にかけ明治盆石。 安川電機、九州成功の設立に携わる。1918年黒崎洋業設立。また、帝国芋の若松筆工各社の社長も務めた。昭和初期から活動の場を中央に移し、日本工業クラブ理事、石炭統制会会長、日本経済連盟会会長などを歴任した。また、 1945年10月5日から1946年5月14日の期間、貴族院直選議員を務めた、同年公職追放となり、1951年追放解除、1957年に大会を引退、1963年10月17日、93歳にて死去。ありがとうございます。